今日限りをもって、サシスを解散する！セルと孫悟空を仲間にして、サシスで損にする夢も諦める！普通に考えて、星晶体の抹消を生徒に任せるなんて間違っている！たとえ抹消できたとしても、できなかったとしても、闇落ちする起爆剤になるだけだ！それに術師なんてやめてしまえ！殺災のような鬼に親兄弟を殺されたとかならまだわかるけど、ただ入れるだけで命かける必要ないだろ！だから今日解散するんだ！星晶体やら何やらの剣は俺が作ったお人形軍団で任務を遂行する！あとは任せろ！トイストーリーが18件になった世界を見せてやるからよ！ということで、この動画は海国極極極説総集編です。どうぞって海極極説って言いづれ。ソシャゲで無課金でやってるやつでたまにさ、課金者に対してもっと別のことに金使いよとか、ソシャゲに課金とかもったいない、無課金でやるよとか言ってくるやついるじゃん。あれマジでムカつくよな。だってそれってさ、毎週ジャンプ買ってるやつにその漫画を毎週買ってんのもったいない、コンビニで立ち読みすれば無料じゃんと言ってるようなもんだから、ね、立ち読みせずに買ってくれる消費者のおかげで廃刊にならず毎週楽しめていることをまず覚えろ。そしてソシャゲも同じ、誰も課金しなかったら差し入に領域展開よ。つまり廃課金者は天元様、ソシャゲ界の要。それなのに無課金勢は廃課金者を特級呪物に従う節がある。いっそ課金をバカにする無課金の連中全員殺してしまおうか。何を言っているんだシャトル、弱者生存、それがあるべきソシャゲの姿さ。弱きを助け、強きをくじく。いいかいシャトル、廃課金はヒカキンを守るためにある。ブンブンハロー YouTube。 そっちのヒカキンじゃあない。何それ正論、俺正論嫌いなんだよね。ポジショントークで気持ちよくなってんじゃあねえよサマーオイル。おシャトル、あまり応援音はリアルに表現しない方がいいぞ。何それ正論、俺正論嫌いなんだよね。正論ちゃうわ、一般論じゃポケ。まあとにかくシャトル、あまり無課金を悪く言うな。弱い者いじめは良くない。それ君の方がナチュラルにディスってるよサマーオイル君。てかあれか、大雑把に言ってしまうと全人類が課金者になれば差集という呪いは生まれてこない。課金と無課金の争いもなくなる。非課金を皆殺しにするしかねえのか。サマーオイル君、それは愛だ。できるわけねえだろ、非課金殺して課金税だけの世界を作る、無理に決まってんだろ。俺らの立場ブギウギしない。誰か手叩いた。俺が作った呪骸たちにトイストーリーを見せたバカは誰だ、名乗り出ろ。サトル、勘弁してくれよ。お前はすぐ映画を見せたがるけどさ、呪骸にトイストーリーはあかんよ。だってトイストーリーの世界なら俺シドやん、おもちゃを改造するシドやん、特級物やん。あんなトイストーリーなんか見せたせいで呪骸たちは無限の彼方へ行っちゃったよ。足の裏にアンディ書いて、僕たちの主人はアンディ様や言うて。それからまだあるぞ、俺が大切に可愛がっていたパンダにカンフーパンダを見せたバカは誰だ。サトル、勘弁してくれよ。お前父ちゃんがいると勘違いして中国行っちゃったよ。中国に行っちゃいなってやかましいわ。それから最後に笑ってはいけないシリーズで蝶野が法政にビンタするシーンを呪骸たちに見せたバカは誰だ。サトル、もう勘違いされるじゃん。ガッテマが口癖の俺勘違いされるじゃん。天元様は不死の術式を持っているが不老ではない。ただ老いる分には問題ないが、一定以上の老化を得ると術式が肉体を変えようとする。進化、人ではなくなりより高次の存在となる。つまり最悪の場合、天元様が人類の敵となる可能性もある。だから500年に一度星晶体、天元様と適合する人間と同化し肉体の情報を書き換える。なるほど、デジモンで例えるならメタルグレーモンになる分にはいいけど、スカルグレーモンになると困る。だからコロモンからやり直す。でサマーオイルはテントモンに進化するって話か。ごめんデジモンわからん。できれば誰でも知ってるゲームで例えて。有名なゲームは大体やってきたから。ポケモンで例えるとアゲハントになる分にはいいけど毒ケールになると困る。だからケムッソからやり直す。でサマーオイルはダンデに進化するって話。ごめんポケモンもわからん。他の例えで言って。ドラクエで例えるとマポレーナになる分にはいいけどブラッドアーゴンになると困る。だからモーモンからやり直す。でサマーオイルはホメロスに進化するって話よ。ごめんドラクエもわからん。他の例えで言って。FF7 で例えるとザックスになる分にはいいけどセフィロスになると困る。だからジェノバプロジェクトからやり直す。でサマーオイルはクラウドに進化するって話よ。ごめん FF わからん。他の例えで。有名なゲーム全部やってダイアンゲもポケモンドラクエファイナルファンタジー、これゲーム界の三種の神器。何それ正論、私正論嫌いなんだよね。正論ちゃうわ一般論じゃボケ。映画スターウォーズで例えるとジダイになる分にはいいけどダースベイダーになると困る。だからパダワンからやり直すって話だ。スターウォーズ何それ、映画オタクの私でも知らん作品で例えんだ。スターウォーズ知らんやつが映画オタク名乗るな。何それ正論、私正論嫌いなんだよね。正論ちゃうわ一般論じゃボケ。少女を護衛し、天元様の元まで送り届けろって、天元様どこにいんだよ。遊郭にでもいんのか。シャトル、渦井の方じゃあない。ジェソシ集団9やら、万世鏡時の器の会やら、よくわかんねえけど、まあ大丈夫っしょ。俺たち最強だし。なあ、シャトル、前から言おうと思っていたんだが、一人称、俺はやめた方がいい。特に名名の人の前ではな。わちし、最低でも、オラにしな。そっちの方が失礼じゃない。いいかい、シャトル。名上の人よりも、名上になれば、それはもう失礼じゃなくなるから。わちし最強なんだ。おっす、オラ、50
情、ほらワクワクすっぞ。最強を名乗るなら一人称も最強であるべきなのさ。なんならフュージョンしたっていい。おっす、ほら五条だ。わちしワクワクするんだ。最有人の天竜人とか何このクソコラボ、絶対やだわ。クリリンのことかい。黙れ。もう仮に一人称変えたとしても僕か私の二択だから。シャトル、僕なんて地味な一人称はダメだ、八つ狩りにしなさい。それは芥川さんの先輩特許。僕や私なんて一人称は not オシャだ、俺から言わせてみれば。サマーオイルも一人称おるやん。で、ブルロのオシャやん。ブルロのオシャと天元様同じ声優なんだよ、知ってた？それ、渦井の方な。ざっと30分、15キロぐらい移動したかな。どこまで続くのよ、この廊下。永遠に続くのかしら。え、今謎解いた。謎解き音聞こえなかった。親が優秀な兄だけは大学に行かせたいからって私に働かせたんです。風俗が地味な判断しか選択肢がなかったんです。悪魔は恐怖が大好物だからね。怖がっていたら相手の思うツボだよ。でも怖いんです。ヒゲロ先輩、状況はかなりヤバいかもしれません。部屋の時計がさっきから8時11分なんです。下手したら悪魔の力で時間が止まっている可能性があります。その場合助けは来ません。すげえ、じゃあ寝放題じゃねえか。寝なきゃ損だね。俺は悪魔に感謝して寝るぞや。どうやら先客がいるみたいね。悪魔がなんたらかんたら言ってたのが少し引っかかるけど敵ではないはず。扉を開けて確認してみるとするか。怖い、右へ200歩、下へ256歩、左へ63歩。ソライマー、タンギャーの体を接触体と呼ばれてるよ。急に歌い出すな。何があったサマエル。ガッテムさんからガキンチョ護衛しろって言われたじゃん。そのガキが落下してるハスの夜空みたいに。マジ？闇より出て闇より黒くその気がりを見先がら、えっ、ただん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 。パステルカラーの帳下ろすな。夜にかけるの MV 完成させんな。で、不時着しちゃったよ。どうすんのこれ。パズー、何やってんだお前。パズーのせいにすんな。落下生存、それがあるべきパズーの姿さ。いいかいシャトル、パズーは落下している少女を守るためにある。つまり何が言いたいかって、私たちは悪くない。救えなかったパズーがいけない。全部パズーのせいだ。はぁ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 、見ろ、これも全部パズーのせいだ。ムジカより特急物になんな。ブンブンブン、プスプン、ブンブンブン、プスプン、ブンブンブン、プスプン、ブンブンブン、プスプン。アンマンライレコー。悪く思うなよ。恨むなら天元を恨み。にょ、その制服、光線の術師だな、ガキを出せ。警察よ、脱の剣を他人に握らせるな。惨めったらしく渡してもらおうとするのやめろ。そんなことが通用するなら星晶体の護衛など存在しない。星晶体を奪うか奪われるかの時に主導権を握れない弱者が星晶体を殺す、呪術界の転覆を目論む少子千番。弱者には何の権利も選択肢もない、ことごとく力で強者に逃げ伏せられるのみ。なぜお前は爆発する前に息の根を止めなかった。あんな爆発で殺したつもりか。そのしくじりで星晶体を取られている。お前はこの後呪霊のおやつになるんだぞ。泣くな、絶望するな。そんなことは今することじゃない。お前が打ちのめされているのは分かってる。コウ君なんてスピアーに進化しそうなダサい名前をつけられ、挙句の果てには呪霊のおやつになり、辛いだろう、叫び出したいだろう、分かるよ。4点、3点、8点、2点、1点、2点、5点、4点、3点、95点！聞いてくれ、サマーエル。呪力は全く感じないんだが、スクナの乳首120個分、睾丸なら80個分ぐらい強いやつに、おそらく品定めされている。指の本数で言ってくんね。もうわけわからんし、乳首も睾丸もそんなねえだろ。って、こっちもアクシデント発生だ。アクシデント？何があったんだ、サマーエル。ドアに変な落書きがされている。これは、なんだろうな。血文字？いや。ケチャップか。ドアノブにナス、新手の暗号か。まあ見た感じざっとこんなもんだ。ドアに落書き、血文字、ケチャップ、ドアノブにナス。なるほどね。まったくわからん。わけわかんねえ場合は放置が一番だ。敵の罠かもしれないからな。だから一回帰ってこい。確かにその通りだな。わけわかんねえし敵の罠かもしれない。だが断る。バカか。父が離れなくて本当よかったます。そもそもさ、帳ってそこまで必要？パンピーに見られたって別によくね？それに帳の呪文が長いんだよ。噛むんだよ。闇より出て闇より黒くすむくくくく。普通に帳でいいじゃん。何を言っているんだ、シャトル。ダメに決まっているだろ。呪霊の発生を抑制するのは何より猿どもの心の平穏だ。サマーオイルの心が平穏じゃないね。人々を猿ども言うな。目に見えない脅威は協力。取得しなければならないのさ。それだけじゃあない。はいはい、わかったわかった。たく弱い奴らに気を使うのは疲れるよ、ほんと。ぐわぁ
そんな思いっきり投げたつもりないけど、なんかごめん。勘弁してくれよ、シャトル。私の握力はな、クレーンゲームのアームぐらい弱いんだ。ハムスターすら持ち上げられないんだよ。そんな響きの私が急にバスケットボールをキャッチできるわけないだろう。それに私の骨は発泡スチロールより軽くて脆いから、これ複雑骨折だよ。もう少し気を使ってくれよ。弱すぎるわ。牛乳飲むなり筋トレするなり気を使われないように努力しろ。牛乳飲んで筋トレすれば私の体は強くなるのか。だがこと外で話そうか、シャトル。寂しんぼか、一人で行けよ、サマーオイ。よくわかってんじゃん。さすが親友だ。その通り寂しんぼなんです。だから一緒に外で話そうよ、サトエモ。気持ち悪さ特急クラスだけど大丈夫。大丈夫なわけがあるか。大丈夫じゃないから今話してるんだ。いや昨日ラーメン行こうと思ったんだけどさ、やっぱぼっちだと入りづらくてね。だから一緒にラーメン行ってくれよ。暇だからラーメン行こうぜ。ラーメンぐらい一人で行けよ。もう女性なら気持ちなんとなくわかるけど、男の一人ラーメンは難易度低いでしょ。それから暇だからラーメン食いに行くやつは粘土力士。一人ラーメン行けるやつってのはさ、一人カラオケとか行けるメンタル強い人種限定であって、私のような豆腐メンタルの寂しいボボボボボボボにはきついのよ。一人ディズニーならまだわかる。ミッキーって寂しくないから。でも一人ラちょっと待って、一人ディズニーの方がメンタルバケモンじゃない。キャッキャしてる学生を横目に長時間並んでる方が寂しくない。いや私園内うろうろしてる派だからさ、長時間アトラクションのために並ばないし、ミッキーがいるだけで少しも寂しくない。寂しいの基準がいかれてないもん。それだったら一人でラーメン行けるだろ。だってお前お友達めっちゃいるじゃん、呪霊の。まあ、確かにそれはそうなんだけど、今呪霊たちディズニー行ってんのよ。呪霊たちディズニー行ってんの？そりゃ行くでしょうよ。俺だって呪霊になったら毎日ディズニー行ってるよ。だって年々チケット高くなってるけど、呪霊は入場料0円だからね。0円、0円。ちゃんと金払え！呪霊も払え！とにかくさ、ラーメン一緒に行こうよ。店内うろうろしようよ。店内うろうろ？え、食いに行くんだよね。あ、何を言っているんだ、シャトル。私は食いに行くとは言ってないぞ。ラーメン屋の店内をうろうろしながら話したいのよ。で、ラーメン屋の水ってクソうまいじゃん。あれ無料で飲めるから最高だよね。しかも入場料かからない0円。もう無料で楽しめる最高のスポットよ。あれだ、サマーオイルは一人とか二人とか関係なしにラーメン屋には行ってはいけない特許物だ。ちゃんとお金も霊も払いなさい。ごめんなさい。SNS でフォロワー10万人とか行くとさ、変に調子乗ったツイートすればすぐ炎上。陰キャどもに気を使うのは疲れるよ、ほんと。陰キャ生存。それがあるべき SNS の姿さ。例えばツイートも、カッコつけた服を着て散歩してるツイートではなく、カッコつけた服を着て散歩してるツイートをする。世の中にはこんなアホが生きているんだと勇気を与えてあげる。いいかい、シャトル。インフルエンサーは陰キャを守るためにある。ないそれ、正論。俺正論嫌いなんだよね。ポジショントークで気持ちよくなってんじゃねえよ。お、外で話そうか、スペースシャトル。寂しい僕が一人で行けよ、サマーオイ。無限の彼方へさあ逃げろ。一週間後。ショコタンが逃げてから一週間、今も行方不明だが、マジでどこまで逃げてん。宇宙まで逃亡。無限の彼方へ逃げすぎでしょうか。なんで宇宙まで逃亡したのかわけわかんないけど、その理由が書いてあるから一旦読んでみるか。ふむふむ。一日一条、五日で五条とサマーオイルが喧嘩をするということは、まさにナメック星を消滅させた悟空とフリーザの喧嘩。つまり地球が消滅する危険性があり、生命の危機を感じ宇宙へ逃亡して謎の惑星に到着し。今はそこで瞬間移動を教えてもらってる。もうヤードラット星にいるんかい。おっす、おらしょうか。覚えたんかい。ったく、呪術師は年中人手不足だってのに、転職するなら歓迎するよ、おっさん。え、本当ですか。自分声が出すまで顔に自信がなく、こんな仕事しかなかったんで嬉しいです。え、基礎を用意しておくので面接していただける日時を教えていただければ幸いです。え、ということで、これより面接を行っていこうかなと思うんですけれども、まずは自己紹介からって、なんか違くない？なんか違くないこれ、まずは履歴書なんですけれども、テーブルの上に置いてあるマスクがそういうことになります。全部落ちました。なんだろう、まず履歴書の言い方直そうか。履歴書ってもうカタカナの記書になってるからね。まず一番気になるのが、なぜマスクを被っているんですか。マスクへのこだわりは何なんですか。着けてるマスクは、そうですね、マックの袋の匂いってすごくいい匂いしますよね。それです。あ、それマックの袋だったのね。他には。もともとは俺は拷問自分を得意とする一族で働いていまして、その名残です。お前さっき一家だったのか。そりゃ面接どこも落ちるわな。勘違いしてほしくないのが、確かに尋問と拷問を繰り返しましたけど、逆に人体の構造を理解しているんで人を治すことも得意なんですよ。マジか。お前いつか翔子の最高の助手になりそうだな。お前採用。なんだろう、分身下手すぎん。分身の偏りが何のファタモルガだ。分身しろ、あいつさ。分身しろ、あいつさ。ごちゃごちゃ頭しいよ。誰か一人代表で喋る。聞いて
て驚くな。ここにいる5人に本体はいない。本体は今寿司屋でバイトしてる。術式の開示下手か。そのバイト先に今から向かう。お母さんの誕生日プレゼントを買うために天国にいるお父さんの夢だった寿司職人になれるようにまかないの海鮮丼を持ち帰ってお寿司が大好きな兄弟たちに食べさせてあげるために。そんな心優しい本体がいる寿司屋に向かうならどうぞ向かってください。私たちは止めません。巧妙な開示してきたな。寿司屋に向かっても戦いづら。お前行くか行かないかは別として、とりあえず行き先だけ聞いとくわ。どこの寿司屋で働いてる？寿司屋。嘘も下手かも。寿司屋のバイトは3割引きで食えても持ち帰りはできねえんだよ。つまりまかないの海鮮丼を持ち帰ってお寿司が大好きで兄弟たちになんたらかんたら全部嘘。それと寿司職人になりたかったらせめて回らない寿司屋行け。最近の寿司屋はベロベロ事件とかいろいろあってわさびとかは回ってるんですけど寿司屋回ってないですよ。なんなら今から一緒に行きませんか。本体寿司郎に純愛しとる。なるほどね。分身か。おっさん、いい術式持ってんじゃん。転職するなら歓迎するよ。どうに？なぜ俺の術式を知っているんだ？おあいにく様、目がいいもんでね。まあ、俺の術式を褒めてくれたのは嬉しいし、誘ってくれたのも嬉しいけどさ、実際そんな強くないよ。だって5人ぐらいまでしか分身できないから、友達いなくてもうのできるぐらいだし、トワイスの個性の介護官よ。そんなことないさ。いつかトカちゃんのようなその術式をコピーできる者が現れた時、おっさんもトワイスのような脅威になるさ。なるほど。トカちゃんとトワイスの関係か。そりゃいいね。その話のターン。じゃあ1年後たがいっぱいで理解し合わせたばかり言ったばかり。ご主さん、これが望んでいた未来ですか？そうね、思ってたんと違うかな。まさかコピーできる術式を持つ者がド M に領域展開して分身するとはね。ド M なんて失礼だな。純愛だよ。リカちゃんの犬になりたい。リカちゃんに必要とされて奴隷でも生きてていいって自信が欲しいんだ。レンジドマキマか。リカちゃんのマッサージは鼻よりも腸よりも丁重に扱う。雇いの仕事からお骨に帰還しました。本日いただいた給料は全部リカちゃんにあげる。あー、ゆーた、ありがとう。リカちゃんに頼まれていたお使いからお骨に帰還しました。はい、リカちゃん、ハリー・ウィンストンの指輪こなしの借金して買ってきて。あー、ゆーた、ありがとう。大好きだよ。愛ほど歪んだ呪いはないよ。私たちは最強なんだ。リコちゃんがどんな選択をしようと、君の未来は私たちが保証する。私は、やっぱり私は、天元様と同化したくない。人間になんかなりたくない。羽を司る神になんかなりたくない。リコちゃん勘違いしてるね。天元様は音柱と勘違いしてるね。サマーオイルは夏柱？油柱？両方とも違うよ。私は水柱。同化でみんなと離れ離れになっても大丈夫って思ってた。どんなに辛くたって、いつか悲しくも寂しくもなくなるって。でもやっぱり私はもっとナマコ触りたい。もっといろんなナマコ触って、もっと沖縄でナマコを着物のじゃあいてた割にナマコ10枚してたんだね。まあいいや、だったら帰ろう、リコちゃん。うん。え、銃弾を素手でキャッチしただと。同化する前から同化してるぜ。心配はいらないよ、サマオイル。問題ない。飛んできたカナブンをキャッチしたようなもんだよ。マジで問題ない。問題はそこじゃない。銃弾を素手でキャッチできるのが問題なんだよ。ラディッツか。何を言っているんだ、サマオイル。私たちは最強なんだろ。いや、そのセリフにリコちゃん含まれてなかったけど、まあいいや、そういうことで。この牛黒トージークが星晶体をぶっ殺し、この呪われた歴史に終止符を打つ。徹底的に叩きのめしてやる。ぶっ殺すのはこのトーディオだ。トージークなのかトーディオなのかはっきりせえ。花毛神剣奥義。トトトになんだ。おーバカ野郎。ヘルメットオジガーデンになんだってか。もういいって声優ネタ。茶番は一旦置いといて、どこに行ったんだ星晶体のガキは。星晶体のガキ、あ、もう同化したよ。どうに？さあ、うまいのこと。階段を降りたら門をくぐって、あの胎児の根元まで行くんだ。それか引き返して黒井さんと一緒に帰るかい。え、本当は同化をしたくないのか、それとも本当に同化をしたいのか、最後にリコちゃんから本音を聞きたいんだ。私の本音は、もっとみんなと一緒にいたい。もっとみんなといろんなところに行って、いろんなものを見て、もっと。そうか。だが断る。シャトルとの話し合いは済んでいる。私たちは最低なんだ。おーバカ野郎。目指すはパーフェクトゲームだ。これ投げれば一コロでしょう。うれいいか、天元様はわらわで、わらわは天元様なんだ。余裕で勝つぞ、ボケザコが。ぶっ刺さってるぐらいの足かせあってトントンなんだよ。派手に天元様を舐めんじゃーねえ。忍びと同化して通格が同化してるぜ。さ、譜面が完成した、勝ちに行くぞ。呪霊たちが万引きをしてもカメラ映らない、高級なものがきっと楽に盗めるさ。それが自尊中の宝。おいいよ、そうそう。リコちゃん、呪詛師導く譜面を完成させないよ。おっしゃ、また譜面が完成したら勝ちに行くぞ。マンガイリコ聖書タイガー天元とドカをしたい。いや、もれもれ
ミコちゃん、そんなポップに拒否らんといて。よっしゃ、また譜面が完成した、勝ちに行くぞ。今でもアドが住んでいる、今でもアドが住んでいる、どんな祈りも言葉もうせうせうせは、私は水晶体だけどどうだっていいぜ、どうかはなし。アドかすな。リコちゃん、ここが天元様の膝元、国内主要結界の規定、厚生宮本殿。消防すぎんか、もうこれ天元様じゃん、天元様やで。まずは簡単な入り方から説明するよ。ドアをこのリズムでノックするんだ。そしたらその後にこう言ってくれ。どうかしたいよ、ドアを開けて、どうかしよ。それあっち行ってって拒否られるパターンじゃない。それからドアを閉めるときはちゃんと気持ちを込めて言ってくれよ。かけまけも賢き秘密の神を通すに。おい、トイレで騒ぐな、うるせえんだよ。あとここ女子トイレ。新客いんのかよ。てかここ女子トイレかよ。ならサマーオイルは出てけよ。いいかリコちゃん、サマーオイルは女子トイレを守るためにある。おまわりさーん。どうかする前からどうかしすぎじゃないもん。なんでトイレな、もっと和風でかっこいいのを想像してたから、わらわはがっかりじゃ。実際はそんなもんなんだよリコちゃん。例えばハンター試験の会場だって、誰もその場所が会場とは思わない、ただの定食屋だったろ。それと同じように底辺様、いや間違えた、天元様がいる場所がまさかトイレとは誰も思わないだろ。それがいいんだ。よくねえよ、もっと和風でかっこいいところに引っ越したぜ。わかったよー。穴行きこすりすぎ、アナルこすりすぎ、死ね。え、本日はですね、天元様の膝元、国内主要結界の規定、厚生宮本殿までお越しいただき、誠にありがとうございます。まずはですね、天元様と同化をしていただく前に、ファブリーズの風呂に浸かり、アルコール消毒を一気飲みし、奥歯が取れるぐらい歯磨きをして、ちょいちょいちょい、待て待て、もう何それ、ファブリーズのお風呂、アルコール消毒一気飲み、奥歯取れるまで歯磨きもできるわけねえだろ。天元様と同化する際にはですね、不純物が混ざってはいけないんです。外側も内側も綺麗にしていただく必要があります。どうかご協力お願いします。同化だけに。無理です。今回の同化はなかったこと。いや、今のお話はですね、あくまで A コースのお話でありまして、他にも B コース、C コース、同化のパターンがございます。まずはそちらの説明から。あ、同化のパターンが A、B、C、3パターンあるってこと？はい、私の説明が下手で申し訳ないんですけれども、B コースはですね、はっきりと申し上げますと、はっきり！はぁ？いや、はっきりと申し上げますと言いましたよね。はっきりと申し上げました。お前、ぶっ飛ばすぞ！ B コースはそうですね、説明が難しいんですけれども、乳首を蝶々結びって感じです。マジで説明下手すぎてわけわかんないけど、B はなしで。なんかキモい。最後に C コースの説明なんですけれども、もう C コースはですね、A コースよりも B コースよりも、わっ！ってなります。だから説明が下手すぎるって、わっ！ってなんだよ！太鼓の達人の勘みたいな説明やめろよ！実は裏設定で、鬼コースってのもあるんですけど、システムが太鼓の達人！好きな動画を選ぶ！リコちゃん、ジョジョの初見音で咀嚼しないで。天元様と同化するっつったって、セルみたいに吸収する尻尾生えてねえし、どうやってやんだ。そこで天才、わらわはひらめいた。天元様食って一つになりゃいいんだ。もぐ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 。天元様ってこんな味か。電磁式で同化すんなよ。頭同化してるぜ。土砂物を処理した雑巾食ってるやつに言われたくねえぜ。お前は俺が今まで会ってきたやつの中で、一番デビルハンターに向いてる。100点だ。声優ネタはって、騎士民になんな。呪霊の味をうまいと感じ、血肉に変える度量こそが肝心だ。サマーオイルよ、貴様も喰らえ、天元様を喰らえ、強くなりたくば喰らえ。ゲロボールだけで勘弁してくれって。天元様はさすがに食いたくない。食いたくないって言われても、今朝ちゃんと振る舞ったさ。は？私一人だけが食うなんてあんまりじゃないか。だからみんなにもちゃんと振る舞ったさ。特急クラスにどしがたい飯を起こすなよ。担任からこの任務の話を聞かされたとき、あの人はどうかを融合と言った。あれはそれだけ罪の意識を持てということか、それとも遊戯王カードがただ好きだっただけか。うちの担任は脳筋のくせによく回りくどいことをする。遊戯王カードが好きだっただけに一票。まあとにかく、君と会う前からシャトルとの話し合いは済んでいる。私たちは最強なんだ。リコちゃんがどんな選択をしようと、君の未来は私たちが保証する。私は、やっぱり私は、水晶体の効果を無効にし、フィールド上に残りたい。ただナイフは残ってるのにターンエンドしたくない。もっとデュエルしたい。美しい。なんでお前がここにおんねん。海馬と融合してくんの。デュエル開始の宣言をしろ。黙れ。なんだよもう、ニュータイプかよ。トラジマスカイピアではこれをマントラと呼ぶんだ。下とバレに弾を受けるやん。あ、ま、なんだよもう、リコリスかよ。ねえ、私、綺麗。仮想音量、質問に答えるまでお互いに不可侵を強制する簡易領域か。ああ、そうだな。ここはあえて。さ
さすがドディオ、俺たちにできないことを平然とやってのける、そこに痺れる、憧れる。そう来るか、この女たらしめ。失礼だな、純愛だよ。私もチュキ。さすがドディオ、サマーオイルよりも呪霊を操術しやがる、そこに痺れる、憧れる。僕をチキになってくれてありがとう。僕の未来も心も体も呪力も全部あげる。愛してるよ、髪型、母の子宮。呪力上げるって、お前上げる呪力ないや。等価交換だ。俺の呪力半分やるから、お前の呪力半分くれ。ほんとバカね。半分どころか全部上げるわよ。さすがドディオ！等価交換を無視して平然とプロポーズしやがる、そこに痺れる、憧れる。エドより等価交換の法則簡単にひっくり返すやん。哀れだ。歴史の過ちを学んでいないとは。どうせ誇り高き同化がどうとか言い出すんだろう。ふざけやがって。それならお望み通り JC だろうが誇り高き肉片にしてやる。リードの土産に覚えておけ。お嬢様を撃っていいのは撃たれる覚悟があるやつだけだ。ピストル抜いたからには命かけろよ。そいつは脅しの道具じゃねえって言ってた。なんだよもう。わらわの生存ルートあざざま。はいおすくれ。解散解散。なんで黒井がここにいる。なんでって。ああ、そういう意味ね。五条悟は私が助けた。そうか。ありがとう。ておい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 、黒井さんそんな強キャラだったっけ？レムみたいな覚醒すると鬼強いメイド的な。黒井の黒い衝動が収まらなかった。覚醒がマイキー。ロボーさん！おい、黒井さん、そいつまだ生きてる。早くとどめさせて。もうとどめよ。早いよ、サマエルさん。こんな奴はもっと苦しめてやらなきゃ。ご飯の舐め場やめて。見せてくれよ。階段降りたら門をくぐって大地の根元まで行くんだ。そうしたら天元様と動画ができる。それか引き返して黒井さんと一緒に家に帰ろう。え？君と会う前にシャトルと話は済んでいる。私たちは最強なんだ。リコちゃんがどんな選択をしようと、君の未来は私たちが保証する。私は？やっぱり私は？ジュー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 ジマジか。おーマジ、元気1億倍リコパンマンだよ。反転術式。大不正解。僕らは完全無欠じゃない。限界を愛せるわけでもない。このペラペラとこいつ最高にホイってやつになってる。お前に頭ぶち抜かれた時、天元様との同化を諦めて全神経を銃弾と同化に注いだ。今までは天元様としか同化できないと思い込んでいたが、そうじゃなかった。わらわは天元様で、天元様はわらわ、つまりわらわも同化の可能性は無限だ。お前の範囲はわらわを認知にしなかったことだ。ありえたかだだだだだ。一日一錠五日で五錠。サマーオイル A.K.A. ゲドを過ぎる。わらわはピョマヤラのために怒っていない。誰も憎んじゃいない。今はただ同化に感謝を。こいつ同化してやるぜ。できればお前はさっきので仕留めたかったんだが、なまったかな。天内の懸賞金はもう取り下げられたぞ、間抜け。俺が取り下げたんだよ、痩せ我慢。お前みたいに隙がない奴には緩急つけて偽のゴールをいくつか作ってやるんだ。偽のゴールね。もしも自分もその偽のゴールに向かっているとしたら、はあ、懸賞金をかけられていたのが天内リコだけじゃなく、お前にもかけられていたとしたら、それってまさか。こんばんは。今日は月が綺麗ですね。いや、まだ昼なんですが。君は一体いつからフィジカルギフテッドしてる奴が自分だけだと錯覚していた。なるほど。だからお前にも呪力がねえのか。天与呪縛フィジカルギフテッドが俺の他にもいるとはな。え、それマジで言ってます？世間知らずがプルスルトラ知るようですね。フィジカルギフテッド結構世の中にたくさんいますよ。例えば若林くんなんてフィジカルがギフテッドしすぎて太陽でドッジボールしようぜと誘ってきますからね。若林バケモンやんけ。約束の口座に入金よろしくね、シャトル君。一つ聞いていいか。差しでやったら俺とあんた、どっちが勝つ？そりゃ、受注ハック私じゃろ。まあ、お主がアブソリュートで挙式パープルぶっぱしてきたら話は別じゃがな。まったく舐めたチャレンジャーだ。勘違いしてるみたいだから言っとくけど、そっちがチャレンジャーだから。よう、久しぶり、パパ。なんでお前がここにいる？なんでって、
そういう意味ね。親父狩り。早めの反抗期だよ、親父殿。なんだよ、もう反抗期かよ。ジークパパに問う。俺の名前をつけたのは誰だ、あんたか。めぐみとつけたのは俺だが。そうか。じゃあ死ね。俺にめぐみなんて名前つきやがって。めぐみは女の名前だろ、性別わかりにくいんだよ。男らしい名前にしてくれよ。めぐみじゃなくめぐるとかさ、バチラみたいにめぐるがよかったよ、と俺の中の怪物が言ってる。すでにめぐるっとるやんけ。絶対絶命ってやつはビビる局面じゃない。ワクワクするとこ潰すなら一番強いフィジギフパパっしょ。ごはっ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 ごはない。正解。視力も髪もなく特級動物として食っ飛ばれ。そうか、このトイレに感じた違和感はトイレットペーパーがなかったことか。いつもの俺ならトイレットペーパーぐらい確認していた。だが星晶体を殺して大金を稼ぎ浮かれていた。毎日寿司食って焼肉食って贅沢三昧な日々を過ごせる諭吉の髪に夢中になりすぎて尻を拭く髪のことなんか気にもしなかった。うんこした時点で俺は負けていた。ヒューとやってひょい、キャッキムラスキ。あ、できた。証拠式でできんのかい。最後に言い残すことはあるか。死ぬ前に五老星と世界のトップと話をさせろ。長きにわたり研究を続け、夢半ばながら空白の100年に打ち立てた仮説を報告したい。お前、小原出身？すべての鍵を握るその王国の名はディズニーランド。 D の意思ってディズニーの D？ マジでそうだったらとんだ笑い話だな。ってかお前、それでいいの？最後のセリフそれでいいの？天国へ行く方法があるかもしれない。勘違いするな、死ねってことじゃあない。私の言っている天国とは精神に関することだよ。精神の向かうところ精神力も進化するはずだ。そしてその行き着くところって意味さ。本当の幸福がそこにはある。天国へ行くことができればな。幸福とは無敵の肉体や。10時間が。それと君は引力を信じるか。出会いというものは引力じゃないか。私は出会いを投げーよ。話の長さ半時間かよ。もう深夜なんだよ、勘弁してくれ。いやまだまだこれからだろ。走馬灯は6時間ぐらい見る予定だからな。コーラとポップコーン買ってきていいか。走馬灯を映画館のノリで見るな。よう久しぶりへ。ってなんでガキがここにいんだよ。なんでって、ああ、そういう意味ね。息子と遊園地に行くんだ。息子と遊園地だと？確かにこの陸岸に映る情報はお前の息子で遊園地に向かっていると言っている。だが俺の魂がそれを否定してんだよ。お前みてえな戦闘狂のクズが息子と遊園地に行くわけねえだろ。戦闘狂のベジータだってトランクスを遊園地に連れて行ったろ。息子がハーバード大学に入学したんだ。ご褒美に遊園地ぐらい連れて行くのが父親としての最低限の責務だろ。その顔でハーバード大学？もう言っちゃ悪いけど息子さん外でエアーガンがシャッターに落書き顔だろ。なんで学力フィジカルギフテッドしてんねん。このまま日本にいたら直に息子のめぐみは全家に目をつけられる。それなら英語勉強して海外移住し日本から離れて平和に暮らしてほしいだけさ。俺は今までクソみてえな人生だったからな。息子には普通に暮らしてほしいんだ。ナユタ育てる電磁ガンもいいやつがすぎるわ。サマービッチファッキュ。ほら今聞いたか、小1で英語ペラペラだぞ。もうほんと自慢の息子すぎる。マザファカー。断言できる、海外行っても 100% 平和に暮らせない。ドンギャドンファッカー。全家がお手上げするレベルで口悪い。無職が競馬で勝つ、それだけよ、それだけが満足感よ。いいぞディエゴブランド、お前に勝利の風が背後から追って吹いているって。なんだあの早馬は。オールドシップだと、さっきまで最下位だったじゃあないか。やめろ、抜くな、時を止めるんだ。うぃー、なんだよもう、またかよ。ケン、どうした、君も負けたのかい。ひどく落ち込んでいるようだが勝負はこれからだろ。あーそうか、そうだな、そうかもな。負けすぎて最高にはーいってやつか。人の不幸は実に清々しい気分だ。歌でも一つ歌いたいような気分だ。ずっと最下位からの死に際で掴んだ勝利の確信、今はただただこの競馬場が心地いい。何、まさかお前ゴルシにかけたんじゃないか。お前にゴールドがあったからな、黄金のような夢にかけたのさ。ゴールドシップに単勝一点が天井天下ゆえが独走。なんだよもう、勝ち組かよ。こんな競馬で何百万稼いだところで俺の財布にとっちゃレベル上げにもならないスライムだ。なんだよもう、金持ちかよ。知ってた、
陰キャは世間的に特許物扱いされるけど、陰キャからは呪霊は生まれてこないんで、陰キャは基本的に会話したくないし、人に興味がないし、目立ちたくない人種が多い。一方で陽キャは承認欲求の塊、会話したい、モテたい、目立ちたい、そんな正反対に生きる陽キャを見て、陰キャは否定と嫉妬が強くなり、特許物になってしまう。つまり大雑把に言ってしまうと、全人類が陰キャになれば、呪いは生まれてこない。それじゃあ、群れてワイワイしている陽キャを皆殺しにすればいいじゃないですか。サマーオイル君、それは、ありだ。授業中にうるせえ陽キャ、自分は他人をいじるくせに他人にいじられるとブチ切れる陽キャ、群れてる時だけ生きってる陽キャ、自己中すぎる陽キャ、謎のノリを強要してくる陽キャ、タバコ吸ってるイコールかっこいいと思ってる陽キャ、多分この辺殺すのが一番イージーだ。それとしてた、最近はトレカテンバイヤーなんて特急呪霊が溢れてるけど、カードに希少価値がなくなればテンバイヤーという呪いは生まれてこない。つまり大雑把に言ってしまうと、地球上で遊べるカードゲームをトランプとウノだけにすればトレカテンバイヤーは生まれてこないんだ。それじゃあトランプとウノ以外のカード皆殺しにすればいいじゃないですか。サマンオイル君、それはありだ。ポケカ界隈なんて窃盗事件やら乱闘騒ぎやら、もうテンバイヤーなんて物差しでは測れないほど特許物が領域展開している。まずはポケモンを売り物にしてるバケモンを殺すのが一番イージーだ。それとしてた、 SNS がなくなれば誹謗中傷という呪いは生まれてこない。いや、もういいっす。だいたい言いたいことは分かりました。他で例えるならば、ソシャゲも全人類が課金者になれば殺衆という呪いは生まれてこない。だったらヒカキンを皆殺しにすればいい、そんな話ですよね。もうなんだろうな、地球がやだ、猿どもがどちくしょうすぎる、もう結論地球に住んでるのが地獄すぎる、もう地球を破壊すればいいんじゃないですか。サマンオイル君、それはありだ。何でもありやん。サマンオイル君、知ってた？術師からは呪霊は生まれないんだよ。もちろん術師本人が死後呪いに転ずるのを除いてね。まあ、何が言いたいかって、つまり大雑把に言ってしまうと、全人類が術師になれば呪いは生まれてこない。それじゃあ非術師を皆殺しにすればいいじゃないですか。サマンオイル君、それはありだ。え、あり？本当にありなんすか？私はありかな。というかそれが一番イージーだと思う。それが一番イージー。ちょ、頭大丈夫っすか？できるわけないやん。もうありかないわって、アリアナグランデ。もしかしてサマエル君、うざうざ飲みの能力者？技術師皆殺しのどこがアリなんすか？何でもあり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 、あなたブチャラティなんすか？技術師皆殺しとかまずできるわけないでしょ。地球破壊できる能力でもない限り無理。できるよ、私ならね。え、マジ？ネタバレになるから大雑把に言うけど、自滅覚悟なら地球壊せる、私の術式ならね。地球壊せる術式持ってんの？もうシャトルといい、99さんといい、術式バケモンすぎるわ。逆にサマエル君はどんな術式を持っているんだい？同じ特急として知りたいな。土砂物を処理した雑巾の味がするゲロボールを丸飲みできる術式です。ゲロモンゲットだぜ。ある意味君が一番特急だわ。君は、どんな女がタイプかな？自分は、昔の足玉な、昔の大橋のぞみです。年なんやん。アニメキャラだったら、アーネタンがタイプます。ほのかにランドセルの香りがしたら、最高ます。スルベタボディを舐め回しています。好みは BB 級なのに、性癖がヘビー級すぎる。も発言のすべてが特級クラスに貴重。メルカリで買った幼女の髪の毛を食った時から、最高にハーイバラになって、もっと恋しくなっちゃったんすよ。ああ、通学路に飛び込みたい、全裸で。99さん、こういう時って人殺してもいいんだっけ？逆に嫌いなタイプは、時間にルーズな子無理っすね。もう遅刻とかほんと許せないです。もう遅刻したらうんこ投げますよ。切り方がババコンガやん。5秒でも遅刻したらその子の体引き抜くで。気が短すぎて持つとこない、短気が過ぎるって。それともしサノエルさんに好きな人ができたら僕が低下しますよ。猫の手は借りてもお前の手は絶対借りない、犯罪に手を染めそう。いやでも僕こう見えて付き合ったら絶対浮気しないし、一途で純愛するタイプなんですよ。だからもし別れたらロープ持って樹海で旅します。多分お前みたいなやつから特急クラスの音量が生まれるんだと思う。でまだ付き合ってないんですけど、アイちゃんって子が好きで、アイちゃんのフルネームを背中に入れました。エースが背中に入れている白ひげのシンボルぐらい大きなタトゥーを。愛ほど歪んだ呪いはないよ。そのフルネームは芦田愛菜だよ。芦田愛菜を愛ちゃん言うな、福原の方と勘違いされる。君はどんな女が嫌いかな？僕は、はい、失格。ところでサモエル君、知ってるかい？術師からは呪霊は生まれないんだよ。もちろん術師本人が死後呪いに転ずるのは除いてね。すごいっすね、銃殺してからノータイムでところでいけるの、すごいっすね。嫌いな女のタイプなんてな、考えてもいけないし答えてもいけない、答えは沈黙なんだよ。ハンター試験これ。とにかくね、大雑把に言ってしまうと、全人類が術師になれば呪いは生まれてこない。なるほど、それじゃあ呪術が使えない猿どもを皆殺しにすればいいじゃないですか。サモエル君、それはなし。99さん、ウィング先生の声量で叫ぶのやめてもらっていいですか？鼓膜破れちゃいますよ。
今喋ってましたか？すいません、鼓膜破れたみたいで何も聞こえないっす。今まではマニュアルだってたのをオートマにしたからさ、磁力の強弱だけじゃなく質量、速度、形状からも物体の危険度を選別できるようになったんだ。試しにさ、なんか投げてみてよ、ショコタン。なんか投げてみろってか、手加減するなと言われているぜ、お前の親父ジンに。いや、僕ゴンフリークスじゃないんだが。お前はこれからできるわけがないというセリフを4回言うぜ。はあ、シャトルとの間にある無限を超えて必ず顔面に当てる。できるわけがない。私も無限を生み出す。できるわけがない。目には目を、歯には歯を、無限には無限を、無限に無限で打ち勝つ。できるわけがない。私ができるのは反転術式だけじゃなく回転術式もできると納得したいんだ。納得は全てに優先するぜ。できるわけがない。自然から無限のスケールを学び、下半身から腰、肩、肘、手首とエネルギーを伝わらせ体全体で回す。そして黄金長方形の軌跡で回転し、そこには無限に続くパワーがある。レッスン4、敬意を払え。アリベダンチャー。この動画ジョジョ読んでないやつ息してる、大丈夫？私は最弱になったが、シャトルは最強になった。任務もすべて一人でこなす。ショコタンはもともと危険な任務で外を出ることはない。必然的に私は一人になることが増え、今年の夏は頻発した災害の影響もあり、うちのように呪霊が湧いた。払う、取り込む、払う、取り込む、払う、取り込む。誰も知らない呪霊の味、吐砂物を処理した雑巾を丸飲みしているような。おい、サマーオイル、かなり痩せた。ゲスをすぐるになったらで大丈夫か？どちらかというと、ゲロをすぐるかな。でも大丈夫、ただのゲロバテさ。絶対大丈夫じゃないでしょ。なんだよ、ゲロバテって。夏バテの最終形態だよ。いや、実は俺が食ってる呪霊ボールさ、吐砂物を処理した雑巾の味がするのよ。一つどう？警察を出すの剣を他人に握らせるな。みじめったらしく俺に食わせようとするのやめろ。お前よくそのゲロボール素手で触れるな。それと何がやばいって、吐砂物を処理した雑巾の味を知ってることだよ。なんで知ってんだよ。吐砂物を処理した雑巾なんて、生まれた時から食ってたさ、家庭の事情でね。とんでもねえ家庭だな。ゾルティック家も腰抜かすわ。でも最近さ、やっぱ食えねえなって、いくら仕事とはいえゲロボール食うのはおかしいよなって、だから引退も考えたりしたんだけどさ、たまーに当たりのボールがあったりするからやめられないのよ。当たりは旨味の極みなんだよ、それが。当たりとかあるんだ。その当たりはどんな味なの？消しゴム。味覚バグり散らかしてる。人間の食生活を取り戻せ。払う、取り込む、払う、取り込む、払う、取り込む。誰も知らない呪霊の味。筋肉の源であるタンパク質を主成分とした栄養が通常の1億倍あるようなプロテインを丸飲みしているような味。メルエムのように食べれば食べるほど強くなる味。フィジカルがスーパーギフテッドされるような味。こうして払う、取り込むを繰り返しているうちに、私は最強になった。任務はすべて一人でこなす。今日は両面スクナを小指で倒した。両面スクナを小指？強くなりすぎだろ。私はね、ウサギを飼うのに全力を出すバカな獣とは違う。あいにく小指以下の刃物は持ち合わせていないのだ。高めのスグールか。呪霊を払って取り込む、払って取り込むを繰り返しているうちに、もうこの工程がめんどくせえなって、もう呪霊を直接食おうかなって。両面スクナ君、生姜焼きになる心の準備はできたかい？電磁式で食おうとすんな。生姜焼きとは何たるか教えてやる。受け入れんの早。人の不幸は蜜の味とはよく言ったものだ。呪霊ボールを食えば食うほど私は強くなる。美味しい、たまらないよ。逆に強くなりすぎて怖くない？強くなった分絶対リスクもあるだろ。一時的に強化されるのは能力の前借りだって。何を言っているんでシャトル。私に前髪あっても前狩りはない。オールマイトのように活動限界がありました。トゥルーフォームになってもうた。サマーオイルマイトか。その夏は忙しかった。昨年頻発した災害の影響もあったのだろう。宇治のように呪霊が湧いた。払う、取り込む、誰も知らない呪霊の味。あー、うまい。なんだこの味は。舌の上で人の不幸が広がるハーモニー。呪霊操術極の番、うますぎ。今はただ呪霊に感謝を。マジか、呪霊ボールうまいんだ。人の不幸は蜜の味って本当だったんだ。うまい、うますぎる。人の不幸がケンケンに冷えたから。下等怪獣か。うまい。癖になるっつうか、一旦味わうと引きずり込まれる味っつうか。例えると豆まきの節分の時に年齢の数だけ豆を食おうとして、大して好きでもねえ豆をふと気づいてみたら一袋食ってたっつう感じかよ。あかん、これ後から来るやつ後味最悪だわ。なんか急に雑巾を丸飲みしたような、吐砂物を処理した雑巾を丸飲みしているような、呪霊操術極の番、まずすぎ。でもやめられない、また食ってしまう。パチンコでタコ負けしてパチンコやめる宣言したのに、次の日も朝からパッチャへ向かっているような感じかよ。どうか、絶対か、何があっても食う。でも食べたい。食レポがジェットコースターすぎる。
誰も知らない樹齢の味、セアプラまみれのラーメンだけど、ここに迷いかけてパトラマタスは、この真実だけでも胃が持たれていくような味。パンピンなら食えたもんじゃねえが、太り方が決まってるやつは一度食べ始めると簡単に脂が乗ってくるし、夏に脂ぎっしゅになると書いてサマーオイルだ。こんなん朝飯前すぎて米まだ稲だわ。余裕の迷っちゃん、カラスの唐揚げちゃんだわ。いちいち発言のカロリー高いな。言葉がギトギトすぎるわ。パン負け小僧の新メンバーオーディションとかやってくんねえかな。ゼニクラポスト引き肉狙いに行くな。僕のゼニクが壊れたよ、この前に。いやもうすでに壊れとるやんけ。今でもマヨは飲んでいる。朝からマヨは飲んでいる。マヨの住処を歌うのはもうサマーオイルからサマーヨイルになんな。サマーヨイル、霊界の布を持たせて通信交換しようぜ。それサマーヨール。これは、リコちゃん、何があった？今の私なら、多分何も感じない。こいつら殺すか？いや、殺すとかの前になぜリコちゃん生きているんだ？私の目の前で撃たれたはずじゃないか。撃たれた瞬間、私は筋肉で銃弾を止めて死んだふり、わくらばの術を使った。そのわくらばの術を使うには、重傷を負わなければならない。心臓を一時的に止めておかなければならない。相手に反撃するチャンスが来るまで動いてはならない。だから万世教本部、星の子の家に連れて行かれるまで我慢し、油断させてからぶっ殺す。体にでけえ芋虫巻きつけた筋肉なんてよ、甘ないリコの一体5体フルセットだなんて浮かれてて助かったし、その時に万世教代表役員園田茂見たんでぶっ殺しといた。先方が牛太郎戦で死んだふりした天元やん。そっちの天元と同化してるやん。死んだふりして油断させるとかよ、同化してるぜ。おい一般教徒ども、私に拍手しろ。もっと拍手の音量上げろ、生前奏だ。これはシャトル、何があったんだ。吐き気を催す邪悪とは、何も知らぬ無知なる者を利用することだ。自分の利益だけのために利用することだ。こいつらを許すことはできなかった。そんなことを見ぬふりをして帰ってくることはできなかった。だから裏切った。だからサラダもぶっ殺した。サラダもあの世アリーベデルチ。なぜ殺してしまったんだ。見たところここには一般教徒しかいない。つまり殺してもさほど意味はない。それにこちらを知る主犯の人間はもう逃げたはずだ。懸賞金と違ってこの状況は言い逃れできないし、もともと問題のあった団体だ。時期解体される。それを先にシャトルが解体してしまってはシャトルが言い逃れできなくなるんだぞ。俺は正しいと思ったからやったんだ。後悔はない。サマーオイルを闇落ちさせない、術師だけの世界を作る、両方やらなくちゃならないってのが親友の辛いところだな。覚悟はいいか、俺はできた。こいつには親友を守ると言ったら守る凄みがある。幸福とはこういうことだ。これでいい。気にするな。高専のみんなによろしくと言っておいてくれ。イタリアでギャングになってくれ。アリーベッテルチ。いやー、関心なくなってうんこできねえと焦ったけど、なんとかフリーザのようにメカハラになれてよかった。関心なくなって真っ先にうんこの心配するの世界でお前だけや。それと設計を少しミスってね、僕の右乳首から出るんだうんこ。不自由がプルスうんこらしとるやんけ。サマーオイルさん、確かにこの体だと不自由なことはたくさんある。だけど不自由であることと不幸であることはイコールじゃあない。哀れに思われる言われはないよ。さすがのアルフォンスも哀れ言うって、乳首からうんことか不自由と不幸のカーニバルよ。朝起きて乳首からクソ漏れてたら首くくるわ。乳首からうんこ出る生活に僕は腹くくってます。それと僕の乳首は五条さんの挙式パープルの100倍強い希少式パープルヘイズを打てます。これの何が強いって、この希少式パープルヘイズは特級クラスの殺人ウイルスで、空気中に散布されると空気感染し、少しでも接触してしまったら溶けて死にます。乳首にギフテッドしすぎもん。誰なん、お前をサイボーグにしたやつ誰なん。誰とかじゃなく僕っすよ。下半身やられた時に反転術式でサイボーグにしました。まあ、やり方はそうっすね。もうヒューってやってひょいヒューヒョイ。はぁ、わかんない。センスねー。サマーオイルさん、もうメカハラ一人でよくないですか。秘術師殺して術師だけの世界を作る、無理に決まってんだろ。できもしねえことせこせこやんの意味ねえっつんだよ。傲慢だな。君にならできるだろ、シャトル。自分にできることを人にはできやしないと言い聞かせるのか。君は五条悟だから五条悟なのか、最強だから最強なのか。なんか間違えちゃったわ。ちょ、もう一回言うね。君は五条だから悟なのか、悟だから五条なのか。
あ、これはなんか違うな。ちょ、もう一回言って。何が言いてんだよ。私もわからなくなった。もう恥ずかしい。殺してくれ。それには意味がある。ああ、最後の最後に恥ずかしい思いしたわ。まあでも正直さ、五条悟だから最強なのか、最強だから五条悟なのかってのもぶっちゃけわけわかんねえよな。まあそんなことはもうどうでもいい。猿どもをぶっ殺しに行きま、猿どもゼロ人政策、あいつ術師だけの世界を作るの無理とか言ってた割にやる気満々やんけ。ちょっと猿どもに向けて一言が、術師が暇を持て余す世の中にしたいんですって、ホークスか声優ネタはええって。ヨストラスグルの大予言は当たってる。もうすぐ地上に最悪の恐怖がやってくる。バカ目隠しの時代が来ればピーナッツがなくなる。え、ピーナッツなくなるの、やばそう。それは考える限り最悪なこと。だから私と協力して、あなたと私がいればバカ目隠しの時代は訪れないから。やばっ、なぜ学校があるから学業最優先。非術者を殺すって、我々鬼はどっちなんだ。結局術を使うわけだし、術者だよね。そうだよね、僕たちは殺されないよね。サマーオイルが日本の総理大臣になった。令和から円和に変わり、円が円に変わる。100円ではなく100円になるそうだ。はあ、何度も言わせるな。サマーオイルが総理大臣になったんだ。聞こえてますよ。だから初ってんだ。それからな、今年の漢字は猿になるそうだ。なわけねえだろ。シャトル、俺も何が何だかわからんのだ。3日前のこと。お集まりのおバカな猿どもには理解できないと思われますが、尻の穴かぼじってよく聞いてください。自民党が目指す政策をイージーに説明します。まず呪霊というのは術師からは生まれてこない。つまり大雑把に言ってしまうと、非術師の猿どもを皆殺しにすればいい。自民党はそんな政策を目指しています。理解できましたか、猿ども。非術師の僕たちをバカにしてるのか。殺されるために当選させるバカいないだろう。そうだそうだ、僕たちを猿扱いするな。そうだそうだ、わかりました。理解できなかったおバカな猿どものために他で例えてあげましょう。例えば花粉症で悩む人を救うには何をすれば一番いいか。花粉症にならない木だけにすればいいんです。この世から花粉症になる木をすべて伐採すれば花粉症という呪いは生まれてこない。まあそんなところです。まあつまりですね、事実が使えないカスの猿どもは花粉症、地球から消えてもらいたいんです。でもいきなり死ねと言われても死にたくないですよね。そこで提案です。自民党の私が当選せず総理大臣になれなかったら猿どもを皆殺しにします。百鬼夜行を行います。でももし当選し総理大臣になることができたら、サルドマンを殺さずサルドマンから税金をたんまりもらって大日本円国にします。さあどうする、私に殺されるか、税金で私を癒すか。私に従え、サル。税金だー、税金で癒します。総理大臣はサマーオイルしか勝たん。私は今猛烈に感動している。サルドマンが税金を犠牲にしてまで私を慈しみ敬う、私の望む世界が今目の前にある。誹謗中傷が止まらねえ。カチ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 。ピーチより闇深い。君本当に正気？まあいいや。君の父さんはさ、ゼインっていういいとこの術師の家系なんだけど、僕が低レベルのろくでなしで。いや、お父さんの話はしなくて大丈夫ですよ。きっとお父さんよりも僕の方がろくでなしなんで、もう6どころか100でなしなんで。どうに？僕には呪霊が見えて呪術が使えることを理解してからは、嫌いな先生とか気持ち悪いクラスメイトを死なない程度に玉剣でいじめた。俺なんか呪術が使えないパンピーには 100% 呪力で作られている玉剣を見えないわけで、僕の悪行はバレない。完全犯罪ドリーマーが僕のなさ。パパよりろくでなしがすぎるって。コーヒー気するクーズ先生とか、偉そうに上から目線のクラスメイトとか、マジで学校の特級物。僕はそんな特級物を度が過ぎるほどいじめたい。もう度が過ぎすぎて一周回って段に到達するほどにな。それを否定されたらあとは呪い合うしかない。これは戦争なんだよ。間違いを正す戦いじゃあねえ。正しさの押し付け合いさ、ペラペラの正義よな。君は伏黒めぐみちゃう、腹黒めぐみや。おい、どういうことだよ。説明しよう、サマーオイル。ショコタンから聞いただろ。おバカなサルどもを殺して術師だけの世界を作るんだ。サルども殺して術師だけの世界を作る、無理に決まってんだろ。できもしねえことをせこせこやんの意味ねえっつんだよ。失礼だな、楽勝だよ。ああ、シャトルは一体いつから私ができないと錯覚していた。ヒューとやってヒョイー。シャトルの技をゲットをすぐる。これでもできやしないというのか、スペースシャトル。いや、なんで俺の技使えんだよ。なんで挙式パープル使えんだよ。若林くんが潜在能力を上げてくれてね、いろんなことができるようになったんだ。その若林くん何癖で長老やってる。そんな若林くんのことを今更知ったって意味ないだろ。最後に残すことは、最後に残すこと、いや、こんなんで死なねえよ。別にこの傷は問題ない。ニットのセーターに安全ピン通したみたいなもんだよ。マジで問題ない。マジ？おーマジ、元気ピンピンだよ。シャトルもレベゼンナメックセ。私を褒めたたえあがめよ、サルド。うるせー、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 黙れ。素晴らしい、素晴らしいよ。私は今猛烈にウキウキしている。サルドマンが私を慈しみ敬う。私の望む世界が今目の前にある。その調子で私に従え、サルド。サマオイル、何やってんだお前。シャトル、
おめえが目障りだったんだよ。いつも子供扱いだ。どこにでも出てきてボス面しやがる。おめえもボスになったんだろ、この猿どもの群れでよ。シャトルサンをつけろよ、前髪野郎。私はね、猿の惑星にしたいんだ。猿は転売もしないし、誹謗中傷もしない。バナナあげたらウキウキしてくれる。人間よりよっぽど素敵な生き物さ。猿と共にやらんこと。猿の惑星、そんな無理に決まってんだろ。傲慢だな。君にならすぐできるだろう。サトルイコールサトル、猿じゃないか。そうだそうだ。一匹喋れるやつおりやんけ。猿芝居すんな。ギャー、お前さー、初手から警察呼ぶなんてひどいじゃないか、ショコタン。いや、クールキャラのサマーウェルが筋肉のテンションでヤーとか、霹靂一閃で通報料、絶対薬やってんだろ。てかお前犯罪者じゃん。死刑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 。ビッグモーターの副社長か。てか私はね、犯罪者であることは認めるが、薬はやってない。うぅと、急に悪かったね。思い出しパリピしちゃった。絶対薬やってんだろ。思い出し笑いの上行っとるやん。まあとにかくね、私は術師だけの世界を作るんだ。仲間の夢を笑われて怒ったウソップに会いたい。まあ、よくわかんねえけど、理由はともあれ、サマーウェルはもう人を殺してるんだ。反省してんの？サルども殺して何が悪いんだよ。反省なんか1ミリもするわけって、なんで次のカットでボコされてんの私！私は反転術式と反省術式が得意だからさ。反省術式？何それ？反省術式は反省しないやつを強制的に反省させる術式だよ。やり方はヒューってやって、ひょい。ひょいひょい。わかんない。センスねー。あの上司、1日1錠5日で5錠、あのさ、サマーウェル捕まえたんだけどどうする？もうちょい泳がせる？え、なんで？ああ、なるほどね。サルどもから国民を守る党とか、住民党とか作りそうだもんね。まあ、確かにそれおもろいな。だからもうちょい泳がせろと。オッケー、わかった。はーい。人の心とかないんか。僕は燃えてるよ。サマーオイルさんにいいとこ見せたいからね。僕が頑張らないわけにはいかないよ。シャトル、助けてくれ。ハイバル君が特急過剰音量になってしまった。いや、別によくね。結果オーライだと思うよ。だってお前映画で特急過剰音量欲しがるからさ。素晴らしい。ますます欲しいね、言うからね。いや、それはさ、折本里香の正体が底なしの呪力の塊だったから欲しかったわけで、ハイバル君は底なしのバカなんよ。底なしのバカ。僕はあまり物事を深く考えないたちなので、自分にできることを精一杯頑張るのは気持ちがいいです。今日も小学校に行って消しゴム落ちてたから交番に届けたよ。だからこの動画を見るときは部屋を明るくしてなるべく外で見てね。な、物事を深く考えなすぎて底なしにバカだろ。こんなのが24時間隣にいんだぞ。桃鉄ならキングボンビーだよ。歩きスマホはダメなんだから、みんなガラケーに戻せ。歩きガラケーは許されるから。桃鉄99年よりきついな。生き方は決めた。あとは自分にできることを精一杯やるさ。殺したければ殺せ。それには意味がある。ドキドキ。頭皮の領域限界、無頭空症。許せ、ケトウスグル。これで最後だ。いや、最後にすんな、最後にすんな。殺したければ殺せとは言ったけど、髪だけ殺すなよ。生き方は決めたとは言ったけど、こんな髪型では生きたくねえよ。無頭空症を食らった者は、術式反転でも再生不可能になるほど、毛根が死滅する技なんだ。毛根死滅か、言うへん、始めんな。つうか、その無頭空症食らったのに、なんで前髪だけ無傷、前髪だけフィジカルがギフテッドされすぎや。呪霊当日、ハゲの番、薄すぎる。黙れ、死ね。僕の頭皮が、壊れて。歌うな、死ね。ケトウ君、その髪型は、ありだ。いや、どこがありなんだよ。髪がねえんだからなしだろ。慶応が甲子園優勝して分かったろ。髪は大切なんだよ。ないものはない。失った髪ばかり数えるな。お前にまだ残されておるもんは何じゃ。前髪がいるようじゃねえんだよ。伏黒めぐみくんだよね。あ、あんた誰？っていうか、何その顔。いや、そっくりだなと。顔も筋肉も。好きな自動車はロードローラーだー。背の強さまでそっくり。僕の父さんはさ、善意っていういいとこの術師の家系なんだけど、僕が低レベルのろくでなしで、僕を作って家出てったんだけど、僕はお父さんのようにフィジカルがギフテッドされてて、術式もギフテッドされていた。そんな僕を才能大好きな善意家が欲しがるし、小一の僕は年齢的にバイバイのタイミングとして開けた。それ話に来たんでしょ？違う。君、本当に小一？僕が言いたかったこと全部言うやん。まあ分かってるなら話が早い。君はどうしたい？善意家行きたい？どこに行かなくても平気。僕、最強だから。ない。100% ない。それは断言できる。いくら君にフィジカルと術式があって、トドロキキでいうショートのようなハイブリッドでも最強なのは僕だ。領域展開。看護安永生。
体術も負けないよ。僕の番地は音を置き去りにするから。二刀流のクオリティ、大谷翔平かよ。才能に恵まれすぎだろ、恵みだけに。さっきから恵み恵みって失礼だな。我が名は恵み。僕異世界にいる？おい、どういうことだよ。説明しろ、サマーオイル。ショコタンから聞いただろ。それ以上でもそれ以下でもないさ。だからってよ、いくら霊を取り込めるからって、霊とか相談所なんてしょぼい霊感商法やめろよ。それ僕じゃないね。霊源先生だね。声優同じだけど。それに引っ越すってなんだよ。漫画を描くために森王町へ引っ越すってなんだよ。それも僕じゃないね。ロハン先生だね。声優同じだけど。それから水柱に。もう声優ネタはええって。本題に戻ろう。私はね、サルドモを殺して術師だけの世界を作りたいんだ。術師だけの世界を作る？無理に決まってんだろ。土砂物を処理した雑巾食えることしか取り柄がない。お前は無理に決まってんだろ。いくら呪霊集めてもいつか食らう純愛ビームの一撃に負けるお前は無理に決まってんだろ。シャトル、弱い者いじめは良くないよ。まあとにかくね、生き方は決めた。あとは自分にできることを精一杯やるさ。殺したければ殺せ。それには意味がある。わかった。え、ヒューとやってヒュー。いや、この流れで普通殺す？人の心とかないんか。いやだってお前が教えてくれたんだろ。術師は非術師を守るためにあるって。それなのに術師だけの世界を作るな。教えはどうなってんだよ。教えどっかにワッカおる。最後に言い残すことはあるか。聞きに行くね。最後ぐらい呪いの言葉を吐けよ。呪い。いや、そういうことじゃない。素晴らしい、素晴らしいよ。私は今猛烈に感動している。バーチャルの中では呪霊という概念がない。私の望む世界が今目の前にある。サマーオイル、何やってんだお前。引きこもりで。バーチャルに逃げるな、ひきょう者。逃げるな。誰が何と言おうとサルドモと現実が嫌いだ。物価上がるのに給料は上がらない。昔不良だったサルドモが少し更生し働くと異業を成し遂げたかのように美化されるのに対し、オタクは普通に働いても変わらず地域扱いされる世界では、私は心の底から笑えなかった。でもバーチャルという新時代は違う。エンドレスにライブを楽しめて、楽しい歌と平和と幸せと笑いで溢れている UTA! 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 歌の領域展開にいる？なんだっていいのさ。もう生き方は決めた。あとは精一杯仮想世界を楽しむさ。仮想世界では術師だけの世界を作れないからって仮想世界に生きた人をなんていうか知ってる？ま、け、お、し、み、まきおしめ。やっぱリアルに帰ろ。伏黒めぐみくんだよね。うん、あんた誰っていうか何その顔。いや、そっくりだなと。犬が筋肉が音柱のペットにムキムキネズミっていたろ。その系統だよ。いや、なんて言うんだろうな、君のお父さんはさ、そのワンコと同じように筋肉がムキムキだったんだよね。フィジカルイヌテッドっていうのかな、フィジカルギフドックっていうのかな、まあ、とにかくそのワンコのフィジカルがね、お父さんにそっくりなんだよ。まあいいや、お父さんのこと知りたくなったらいつでも聞いて。そこそこ面白いと思うよ。そんじゃあ本題、君はどうしたい？全員行きたい。そこに行けば我々は幸せになれるのか、高級なドッグフードは食えるのか。いや、あの、僕はめぐみくんに聞いてるんだけど。黙れこそ、真っ赤な旦那に。ご覧の通り、主導権を握られています。主人を動かす犬、略して主導権ってな。犬のワン、犬のワン。主人の権を犬に握らせるな。めぐみくんを解き放て。その子はまだ子供だぞ。黙れこそ。お前にめぐみんの不幸が癒せるのか。全員家の落ちこぼれが投げて起こした赤子がめぐみんだ。全員にもなれず、全人にもなれきれぬ哀れで醜いクソガキだ。お前にめぐみんを救えるか。わからぬ。だが共に生きることはできる。共に生きるだと。青少体の女はどうなった。僕がしくじって死んだ。めぐみんのパパはどうなった。僕が殺した。お前の親友はどうするつもりだ。僕が殺す予定。もしもめぐみんが宿儺に体を乗っ取られたらどうするつもりだ。僕が倒しに行くかな。共に生きるとかよく言えたな。君の父さんはさ、善意家っていういいとこの術師の家系なんだけど、僕が低レベルの6でなしでお家出てって君を作ったってわけ。つまりめぐみくんはさ、君のお父さんが善意家に対して取っておいた最高のカードだったんだよ。ムカつくでしょ。で、その父さんなんだけど、僕がどうしたんやろ。人の心とかないんか。まあ別にあいつがどこで何してようが構わへん。あんな出来の悪い親父なんか生きる価値ないからな。首くくって死んだらええねん。君、本当に小一？まあいいや、お父さんのこと知りたくなったらいつでも聞いて。そこそこ面白いと思うよ。そんじゃあ本題、君はどうしたい？全域行きたい？そこ行って僕と積み木は幸せになれるんか？ない、 100% ない。それは断言できる。 100% ないならしゃあないな。ほなええわ、僕が全員家全員殺したるわ。え？要するに僕が全員家の投資になればんやろ。僕を立てられへん全員家は死んでもらおう思て、その前に一筆書いてくれると助かるねんけどな。ある、もう 100% ある。断言できる。全員家の素質 100% ある。あの、シャトルとサマーオイルの姿が見当たらないんですが、二人はどこでしょうか。ガッテムさん、私が天元様との同化に寄ったせいで二人は帰らぬ所となりました。そんな、でも二人は、
二人は役に立ったんですよね。何か直接の手柄を立てたわけではなくても、天元様との同化に失敗したとしても、二人の死は光線の反撃の糧になったんですよね。もちろん今回の調査で我々は不思議な統治の生き取りに成功しました。マジで。阻止集団キューやら万世鏡時の器の会やら私が一人で壊滅させました。わけわからんぽ、江戸川乱歩、君そんな強キャラだった。元アランチュードレの位置です。甘ないリコリスか、そりゃ強いわけだ。いやでも待って、なんでそんな強かったのに失敗したわけ。同化する一歩手前で理性が勝ったんです。発動場から入浴死んで全裸だったし、その時から同化より同化してたけど、遺体の知らない生物と JC が同化とか同人しかよ、薄い方になりそうで生クールに決まるのじゃ。このリは理性のリ。ムイチロの無は無限の無みたいに言うな。払う、取り込む、その繰り返し。誰も知らない呪霊の味、土砂物を処理した雑巾を丸飲みしているような味、そんな生活を繰り返していたら、シャトルから痩せたと心配されてしまった。だから気分転換に美味しいものでも食べて太ろって。呪霊ボール売ってんのかよ。みんな知ってた呪霊の味、しかも1200円と割と高い。第6世代のハイパーボールと同じ値段。一体誰がこの呪霊ボールを取ってきて、一体誰がこのゲロボールを買うんだよ。すいません、呪霊ボールのサイズって入荷しますか。知らん。買うバカいたわ。しかも L サイズとかあったんだ。呪霊ボールにサイズの概念あったんだ。ちなみに L サイズってどんな。重さと大きさ的にボーリングの球ぐらいですかね。もう丸飲みできん。しかも L サイズ1200円と M と同じ値段。たまにあるマックのポテトか。購入される前に年齢確認できるものはございますか。陰謀で年齢確認すな。それと一つ聞いていいですか。この呪霊ボールはどこで仕入れたんですか。それは秘密です。私は契約してる悪魔も秘密なんで。とりあえず悪魔と契約してるんだ。怖っ。呪霊ボールかくて人に食わせたくてたまらない。そうだろ。そうなの。人に食わせたくてたまらないもんなの。バーシャブサショイス雑巾にするバーンとかさ、バーチコーシアルティーツに稼いだけど高級食材でしょるよ。なるほど、そういうことか。私ではなくサルどもに食わせればいいのか。サルどもに食わせろ。たしまいざこうとがりあうとしごましいがねをくしろよくろうとるねんちゃ。マイクはジャンスキー。今はただ歯磨きに感謝を。